はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロアプリやっていきたいと思います。今回ですね、メンテ明けで、2000万ダウンロード突破記念キャンペーンが、始まりまして、これがねかなりいいイベントなので、まあ、ちょっと紹介しつつ、あとこの大祝賀会のねガチャの方も引いていきたいと思います。まず2000万ダウンロード突破キャンペーンで、SR ガチャ券1枚プレゼントということで、これもかなりもうそもそもログインするだけで SR ガチャ券がもらえるっていうかなり美味しいイベントですね。まあ25日の17時から、まあ、3月7でログインをすればもう誰でももらえるっていう。でさらにパワーストーンも、まあ、55個2200円でかなり割引して買えますよと、まあ、これはもしちょっとね、余裕があって買おうかなと思っている人はぜひ、いいんじゃないでしょうか。であとノーマルガチャからプレミアムノーマル以上のイベキャラが確定で出現と、これ前なんかあったんですけれども、これもかなり美味しいですよね。まあ、そのプレミアムノーマルが欲しいっていうよりは、経験値で食わせる経験値がかなり違うんで、これもかなり美味しいイベントになってます。でさらに、サクセスの方も、過去実施した分岐シナリオが解放して消費 SP が40から20と、でさらに、イベキャラ強化大成功の確率がアップ。まあ、イベキャラ強化するときに、まあ、食わせたやつですね、まあ、結構普通でやってると確率はかなり低いんですけれども、 1.5 倍だったかな、経験値が 1.5 倍になるんですけれども、まあ、それの成功確率もアップしますよと。で、まあ、ラストがガチャですね、ステップアップガチャが開始されております。まず初回がパワーストーン30個で回せてSR10% ガチャ券がもらえますと。で2回目が40個で回してプレミアムレア以上1枚確定の SR20% ガチャ券が1枚もらえますと。で3回目になると SR 以上が1枚確定で、まあおまけとして 30% ガチャ券で、4回目も SR 以上1枚確定で、この4回目になると特定の女性キャラが出てくるという感じになってます。で、まあ、初回から4回まで全部引くと、石が170個必要なんですけれども、自分基本的にね、こういう SR 確定ガチャ以外はあんまり引かないんで、石はね溜め込んでます無課金で石は溜め込んで、今194個あるんで、まあ、こういう時のためにね、溜め込んだ石なんで、まあ、ちょうどね、チャレンジの方でビンゴチャレンジも、昨日の夜終わっ、1枚目が終わったところかな、これ2枚目なんですけど、2枚目まだ1個しか開けてないんですけど、1枚目が終わって25個ゲットして、さらにそのなんかお詫びで10個くらい手に入ったりして、まあ、結構ね最近石が増えてきたんで、タイミングよく引けるかなと思います。じゃあちょっとガチャの方を引いていきましょう。でまあレアガチャを引く前にちょっとチケットがね余ってるっちゃ余ってるんで、先にこれを引いちゃいましょう。 R ガチャが3枚で、眉村のイベントの報酬をちょっとまだ使ってなかったんで、これを1個引いていきましょう。じゃあまずこの3個、まあこれはね、まあ、R ガチャ券って言っても R 以上が出るっていうガチャ券なんで、まあ、プレミアムレア、まあ、SR 出る可能性はあるんですけれども、まあ、自分はね出たことないっす。うん特に何にもって感じだな。心躍る演出はないっすね。はい、あー山口か。じゃあ2枚目、あれ空き数大丈夫だったかな、あのイベキャラの。まあ自分はね、まだマックスまで空き数解放してないんですけど、20、おっとと、20個くらいは空きがあった気がする。ほい、小枯らし、小枯らしはプレミアムレアまでしか持ってなかったかな、まあ、プレミアムレアに食わせますか。さあそして3枚目、ちょっと通信が遅いですね。グググ、お来た、グググからの赤背景ではないグググからの赤背景になるとSR 確定になるのかな、ちょっと情報として分かんないですけど、かなりいい確率で、あプレミアムレアのサイガだ、俺サイガ SR で持ってるんですよ。でこの前ね、サイガプレミアムレア2枚手に入れたんですけど、上限解放失敗してるんで2個使って、これはちょっと今回は1個あげたいな。じゃあ SR ガチャ券いきましょう。
そう、投手がね超不足してるんですよ。変化球キャラとか全然持ってないんで、投手が欲しいですね。まあ、投手って言っても誰でもいいわけじゃないんですけどね、さすがに。この赤玉からのこの赤背景ですね。この赤背景が出てくるとなんか熱いらしいですね。まあ、これは SR ガチャ券なんで。さて、おお、エミリちゃんか。まあ彼女キャラもね、今あの持ってるのがあれ誰だっけ、出てこない、せっちゃんとちゆちゃんとひかみんを持ってるんで、エミリどうだろうなっていうところはあるんですけど、まあ初キャラなんでいいでしょう。彼女キャラですし。チケットがありません。ちょっとイベキャラの空き数を見に行きましょう。20個くらいしか空いてなかったと思うんだよね、イベキャラボックス。イベキャラ130までしか持てない。130の108か。4回引くとして40必要なのか、空きが。まあ、整理すればいいっちゃいいっすけど、どうだろうな。170必要なんでしょ。で、石1個使って5個空くから4つ使うと20個か。194あるんで、もう4つ使っちゃおうかな。ゲドウとかもね、まだプレゼント受け取ってないのが結構あったりするんで、ちょっと拡張しましょう。はい、じゃあちょっと拡張終わったので、もうこのまま40連いっちゃいましょう。じゃあまず最初ですね、30個で引けるんで、まあ、ここでもね出てくれるとすごい嬉しいんですけど、ちょっと通信がやっぱり遅いな。アクセスが集中してるのかな、まだ。そう、少し前にね引こうかなって思ったら、なんか緊急メンテやっててあれダメじゃんって。ここか。おお、そのまんまかよー。あ、赤背景どう。これからの赤背景って出るの、そもそも。出ないね。まあこれは出ないで。あー、ハッチてか R だからな。草のねメジャーのやつもね全然引いてないんですよ。あれも確定じゃないんで、まあこんなもんでしょうと。まあ、10% ガチャ券は全部引き終わったら引きますか、この 20% ガチャ券とかも。じゃあ2回目ですね。40個。やっぱりね、普通の確率ではなかなかね、SR は出ないっすよね。まあ、だから引いてないんですけど。やっぱりね、無課金だとそういうところがね、ちょっと厳しいんですよね。他の方の動画とか見て、なんか150連やって1個も出ないとかの見ると、なんか引く気なくしちゃうんですよね。あー、これは、ないな。プレミアムレアか、入ってて。まあ、上限解放できればいいんで、あー、立川か、立川持ってないんだよね。立川ね、ほんと欲しいんですよ、SR の。で、神楽坂がね、ちょっと頑張って、PSR 持ってるんで、この2人が揃えばね、変化球はもうとりあえずはなんとかなるっていう。北斗もね SR 持ってないんで、パピオンか。パピオン実は SR 持ってるんですよ。なんか復刻で引いたら出たっていう。これ何、神宮寺全然使ったことないですね。という感じですね。はい、じゃあここからが本番ですね。3回目 SR1 枚確定なんでお願いします。まあ1枚と言わず2枚出てくれてもいいんで、もちろん。パワプロのガチャはね、なかなかやっぱりね、絞ってきてますよね。お、虹が出た。虹、これ見えます。あ、そっかそっかそっか、あれさ。SR 確定だからだ。何一人で盛り上がってんだ俺は。これがさっきの出てくれるとまあ良かったんですよね。はい、どうでしょう。おお、2つある、いいね。取り戻したよこれ。誰、駒坂か。微妙だな。あ、超激レアとか言って、マジかよ。駒坂、お前かよりによって。何、こういうのってどうなの。
PSR っちゃ PSR で嬉しいんすけどみたいな。田中くんね、マーくんね、ここだ。おお、これひまわりっていう人でしたっけ。この時のねイベントとか俺やってないんすよ。結構始めたのが遅いんで、クレバとかも持ってないんすよね。クレバね欲しいんすよね。よく出るな。もうここら辺は完全に餌っすね。またブ君がいる。中之島、エミリー、エミリーじゃねえ、ミカちゃんか。またパピヨンがいる。ここは大体なんかその復刻キャラのあれか。そうするとさてさてさて、じゃあ4回目、まあ女性キャラから出てくるということなので、立川が欲しいな本当に。通信が遅いね。ホムラでもいいんすけどね。ただね、足はねこの前発射区を取ったんで。あーでもこれ虹がないってことは、さっきの虹からのあれは PSR が出るっていう予兆だったのかな。うん、まあ一つっすね。一番最初かしかも。おお、しぐれちゃんってか彼女キャラ多いな。一気に彼女キャラ多くなったな。まあ女性キャラが出るっていうあれですからね。まあしぐれちゃんも持ってないんで、まあいいっちゃいいでしょう。あとは、まあ、あとはポンでいいか。うどくん、うどくんもねこの前のイベントで撮ったんですよね。うどくんとね発射区を撮りました。まあ、ただ R なんで上限解放はできないですね。さてこれで石が一気に20個になったな。じゃあちょっと剣があるんで剣の方も使っちゃいましょうか。これってもうそのままガチャ券のところにあんのかな。チケット、あ、やっぱ取らないとダメか。じゃあ一回ホームに戻って、うん、通信がやっぱり鈍いね。こっからもらえばいいのかな。ゲドウ君はちょっと置いときましょう。30% ガチャ券と 20% と 10%、 これでね1個出てくれればいいっちゃいいんですけどね。あとゲドウ君がね10個くらいあります。ここで溜め込んでる。ボックスになんかやっぱ入れらんないんで、拡張してないんで。受け取れん。大丈夫か。よし、 OK。 さあさあさあ、じゃあ最後の3枚使っていきましょう。これで1枚出ればでも御の字ですね。小坂くんマジどうしようかな。あんまり俺のデッキだと使い道がないけど、小坂くんって金徳何でしたっけ。ガキが2だ。まあいいや、ちょっと1人誰か食わしちゃいましょう。サイガか、サイガの上限解放できるかどうかもちょっと見てみて。いやー3枚目だからな、次サイガ使うの。でもプラゴまで上げる気にはやっぱりなれないんですよね。はいはい、ダメーみたいな。でもさ、これ SR10% ガチャ券ってどのレアリティ以上なの、 R 以上なのかな。一応これはプレミアムレアでしたけど。はい、じゃあ 20%。 このね何パーセントガチャ券で SR が出たこと一回もないっすね。ちなみに自分は、まあそれほど、まあ、引きがあんまり良くないっちゃ良くないんですけど。んー、グググからの、グググからの赤背景。おー、ダメだー。
でもこれがなかったとしても出る確率はありますからね、まだまあこんなもんでしょう。どうなった？あー、天城か。天城もね、SR 持ってるんでちょっと食わせられますね、条件解放できれば。あ、そうだそうだそうだちょっとお待ちを。じゃあちょっと犀川あたりをやりますか。犀川はね、やっぱり強いっすね。小正くん PSR があるよまあ別にいいんだけどね。じゃあ犀川で、犀川上げたいっすね、やっぱりすげえ使えるんで。お願いします。この 30% もあれっすね、確率に関わってきてますね。この 30% 成功するか、次の 30% ゲットできるかみたいな。ちょっダメー、サイがこれで3枚失ったか、厳しいな。やっぱり条件解放できるとね、結構経験点変わってくるんでね、初期評価上がるっていうのもかなり大きいんで。さあ最後の 30% ガチャ券、さあどうでしょう。ここでね、虹がかかってくれるといいんですけど、まあ一応グググからの、お、赤背景どう。このね、確定演出とかがいまいちまだ覚えてないんですよね。ああ来た来た来た、そうそうそう、なんかグググからの赤背景は出るっていう。あ、鈴本だ。鈴本はね、実は持ってるんですよ、持ってるんで条件解放しましょうというところですね。まあ鈴本はね、やっぱ使えますね、かなり。まあ金徳がね、あの4回必要っていうのがちょっとあれなんですけれども、何よりね、クイック、まあコツは安定しないんですけど、クイック持ってるんで、チユちゃん使うときにはね、俺鈴本入れてますね。クイックが来るとかなりあの割り引けるんで。でそうすると鈴本1回来て、チユちゃんデートで普通にクイックが来るんで、まあそれであの5まで持ってけるんでね。そうするとだいぶあの便乗が楽になるんで、というわけで、まあこんな結果でした。まあ今回のね、2000万ダウンロードキャンペーンみたいなのは、まあ、石があれば全然引いてもいいと思いますので、まあ、もしよかったら、まあ、どんなのが当たったのかとかコメントいただけると嬉しいです、では今回はこれで終了したいと思います、まあ、また何かパワプロね、機会があったら撮っていきたいと思いますので、またよろしければ次回もご視聴ください。